かり手拭いマフラーにして二人でいた横丁の風呂が一緒に出ようなんて言ったのにいつも私が待たされた荒い髪が島で冷えて小さな石鹸カタカタなったあなたは私の体を抱いて冷たい目で言ったのよ若かったあの頃何も怖くなかったただあなたの優しさが怖かったライブ直前というか、まあ、その付近のライブで、フォークソングをよく、たくさん取り上げたライブがあって、まあ、それの流れで、動画を多分撮ったと思うんですけども その日は確かですねちょっと見返してみないと分かんないですけど、自分が持ってきた、持参のマイクではなくカラオケボックスにある、このワイヤレスのねいつもこう刺さってるあのマイクで歌ってみたらどんなものかっていうまあ、ちょっと企画ではないですけどな そういった試みで撮った動画の中に確かこの辺りのフォークソングがいっぱいあったような気がするんですよね、まあ、なのでそういった意味も含めて、まあ、こうやって歌い直すっていうのもちょっと変なんですけども言い方ですけども、また再トライさせていただく、いい機会になったかなというふうに思います。また多分聞こえ方がね違うんではないかなと、その当時のバランスとも違うと思いますし、もちろん部屋も違いますしね、僕の歌い方聞いてから歌ってるのでまたちょっとその感じも違うんではないかなというふうに思いますけどもね、まあ本当に、これから何年も何十年も何百年も、歌い継がれていく、名作だなというふうに本当に感じますね、うん、素敵な楽曲歌わさせていただきました。ありがとうございました。